さあどこだい。あ、おったおった。あー伝えづらい。あった、あそこのキラキラしたものが気になる。ちょっと向こう先行っていい？あゆな、機内を探すんでしょ？私も手伝うわ。ねえ、ローは？あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの？宴会の席に子供はいちゃダメだって酒場に入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が固いんだから。二人とも機内を探すんでしょ？私暇してるの。一緒に行くわ。なるほど、そういえば子供は一人もおらんかったね。ベロニカ中身大人やのに。ずら。クラーゴン討伐祝賀会だったのに、機内は一人で桟橋に行ったさ。壊れた仲間の船を直すと言っていたね。お、なるほど。桟橋？この辺か？子供たちはこっちの方でなんかいっぱい走り回りよるね。これじゃないよね。これ夫婦かな？夫が帰ってきて安心したからか、すっかり体調が良くなったさ。病は気からって本当の朝ね。結婚しとるみたいやし違うね。あ、でも今も独身とは誰も言ってなかったかな。いや、でも独身よね。これか？何してるの？何してませんにゃ。漁師の皆様に治療をしているんですが、なんだかおかしいですわ。怪我人がだんだんと増えている気がします。機内さんはまだ一度もいらしてませんし、どこにいらっしゃるんでしょう。お怪我をなさってなければいいのですが。痛くない。あー、せいにゃちゃんは優しいぜ。これの神さんとは全然違うよな。あー、かわいいな。なるほどね。せいにゃと話したくて並んどるわけでみんな。まだかな、まだかな。待つな、待つな。桟橋ってこれよね。この中におる。どこ、どれ。あ、あの辺か、もしや。あ、あれやねん。あれやね、なんか、船んところで、トンカチ持ってなんかしよるわ。これや、機内。あ、あんたはクラーゴンを倒してくれた旅人さんか。おかげでまた漁に出られる。ありがとな。しかし、宴の主役が席を外したら、裏の奴らが寂しがるぞ。一体こんなところで何をしてるんだ？主役やったん。え？機内を探してる？ああ、それなら俺が機内だが。機内にロミアのことを話すよ、話すよ、そりゃ。待ってるよ、ロミアが。すまないが、全く身に覚えがない話だ。他は当たってくれ。どういうこと？え？しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナ村の機内って言えばあんたしかいないじゃん。まさか今更人魚との結婚が嫌になったとか言う気じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん。この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探してる機内ってのは、俺の祖父、機内ユキのことだ。あんたらは人魚の呪いを知ってるか？祖父？祖父？え、どういうこと？おじいちゃん？てか、機内って名字なんや。あの紙芝居のやつね。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話、今は関係ないでしょ？ロミアはあんたを待ってるの。え？どういうこと？だって機内が名字やとしたらあのお母さんも機内じゃないの。その作り話に出てくる村一番の漁師が、俺の祖父、機内ユキのことだと言ったら？あの話はな、50年ほど前にこの村に実際に起きたことだ。教えてやる、あの話の続きを。50年？どういうこと？漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の許嫁だった女、ダラトラは、別の男と結婚し、子供を授かった。あ、結局そこもくっつかんかったんよね。人魚の呪いも祖父のことも、人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ。いや、それ以上のひどい嵐だったと聞く。え、てか忘れる？で、その人のね、機内の親族はまだ村におったわけやろ。忘れんやろ。その大嵐で、たまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。村長もマジか。それから後を追うように、ダナトラとその子供も行方不明になった。それは何か関係があるんでしょうか？村人たちは噂した。機内雪を手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。え？いや、ロミアは待ってましたけど。村人たちは機内を問いただそうと、
手に手に松明を取り、しじまがはらの小屋に押しかけた。え、ってか、ご飯は持って行ってあげよったってことよね。じゃないと死ぬよね。その時彼が見たのは信じられない光景だった。え、子供。一人でいるはずの祖父が、ずぶ濡れの赤ん坊を抱えて、ぼーっと立っていたらしい。え、女の人は？村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになった、というわけだ。え、でもそれは、あなたのお父さんじゃないんでしょうか？じゃあ、あんたのお母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育ったんだ。人魚の子のあるとバカらしい。村の奴らはすっかったり噂しているだけだ。でも、馴染んどるよね、普通に。別にハブられてはないということか。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのなら、そいつに渡してほしいものがある。村の反対側にある静ヶ原に来てくれ。静ヶ浜。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。教会の裏の扉。うんうん。教会の裏の扉を通ったら、またなんか偉い、のんきな曲に。めっちゃのんきな曲になったけど。ここ通ってったよね。先ほど一人の漁師さんが思い詰めた表情で教会へ行かれましたわ。ま、あの方が機内さんでしたのね。でしたらロミアさんのことを聞いたはずなのに、なぜ暗い顔をされていたのでしょうか。いや、それがなんか色々とおかしなことに。おじいさんとか言うし、50年前の話とか言うしね。どういうこと？50年も待ち寄るわけじゃないやろ？あの人のことじゃないの？違うの？あれ？待って、教会、こっちか。こっちだ、こっちだ。はい、着いた。教会の、裏側へ。あ、起きとり。あ、ロー、こんなところに。先ほど息子はここを通りましたぞ。いつも物静かな子なんじゃが、怖いくらいに沈んだ顔をしておった。裏口の扉の先は、村の墓地？死者の魂が海へと帰る場所だな。この一帯では、静間ヶ浜と呼ばれておる。そんなところに閉じ込めろったん？どういうこと？あの子はあの浜が嫌いでな。滅多に近づくことはなかったのじゃが、何かあったのじゃろうか。何しよん。何の話しよん。そうですか、レバニラが好きですかって言われても。おわいな。先ほど機内がここに来たんじゃが、裏口の扉から出て行きおった。やけに怖い顔をしておったが、一体何があったと言うんじゃ？何？なんかちょっと、ここで新たな恋が始まるとかじゃないよね。おじいさんおばあさん。なんかちょっとね、おじいさんおらんっぽいし。おじいさんっていうかお父さんか。さ、静間ヶ浜、あっという間に着いたね。ほんとや、お墓がいっぱいある。なんかこれ一個だけ違うけど。これもお墓？あ、ここも。機内は一体、どこへ？え？どこ？こっち？そんなわかりにくいところにおられても困るけど。あ、これか、小屋。閉じ込められた、られとったとかいう。こんなところに閉じ込められとったらめっちゃ嫌やん。何それ。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。めっちゃ綺麗じゃない？ 50 年前のものよね。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当なら、その人魚に渡して、機内ユキは死んだと伝えてくれ。ええー、へえ。アユナは約束のベールを手に入れた。これをつけて結婚する予定やったってことやね。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族この村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでから、やっと村の男と結婚できた。後ろ指さす奴もいたろうに。今ぞそれをネタに紙芝居なんて読んで、小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしくはない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。ええー。
あの人を浜に連れて行くということはできないのか。ここから飛び降りれる。へえ。死んだって伝えるのね。なんか嫌じゃない？なんか嫌じゃない？ん？これは？ここに入ればいいんかな？あ、あっとるね。あれ、二人おらんくなっとる。ん？ローとあのおばあさんは？もうどっか移動してったんかな？え？朝？え、もうそんなに時間経ったん？マジで？え、そんなに時間経ったんですか？あれから。え、朝よね、これ。違う？多分夜明けっぽい感じな気がするんやけど。どういうこと？あ、ここから飛び降りれるかな？あ、いけたいけた。じゃあこれを持って私は今から人魚のところに行かねばいかんということか。みんなは？おはよう。はぁ。旅人の兄ちゃん聞いて聞いて。オイラは大人になったら旅人になることにしたぜ。手始めに兄ちゃんみたいなサラサラヘアにしたいんだけど、どうやったらそんな風になるんだ？知らんけど。手始めにってそこから？別に髪型は自由でいいんじゃないかな。髪っぽいし、あの髪型。まだ飲んでるの？え、これ夜明けだよね。え？日が沈み寄るとこ？もしかして。どっちかちょっといまいちよくわからんねえけど。何してるの？すまなかった、堪忍してくれ。若い子のデレデレしてたって、嫁さん怒らしてまってな。家に入れてもらえねえんだよ。あ、この武器屋の人なの？何やってんだ。何やってんだ。あ、めっちゃスイカ大量にあるんやけど。いいね、いいね。いいね、いいね。なんかゼルダを思い出すよ。ね、大量のスイカを食い散らかしている女の人。じゃ、とりあえず出発しましょうか。機内とあのおばあさんがどこに行ったのかも気になるけど。あれ？アリスちゃんは？こっちの方、あ、そっか、こっちか。また同じことを。また同じことを。今、あそこにまたなんか妖精的なものがおった気がしたけど、気のせいか。さあ、それじゃあちょっと気が進まんけど、こんばんは。あ、夜なんやね、今。気が進まんけど、言いに行くしかないということかな。つら。めっちゃ辛い役割やん。アリスちゃーん。旦那、お待ちしてたでがすよ。無事機内兄さんに会えたようで、よかったよかったでげすな。他の皆さんは先に船へ戻ってるがす。早いとか、シロの入り江に行って、ロミア姉さんに機内兄さんのことを伝えるでがすよ。船乗って出発するでがすか？ほい。遠いなぁ。あれかな？ルーラとかはできんのかな？ルーラとかはできんのかな？お、いけるやん、白の入り江。いけるやん。もう速攻で行こう。速攻で知らせに行くようなウキウキした内容でもないんやけどね。はい、到着。白の入り江。さあ、どこだい？あ、おったおった。あー、伝えづらい。待って、あそこのキラキラしたものが気になる。ちょっと向こう先行っていい？はい、これこれ。白い貝殻を手に入れた。あ、待って、宝箱落ちとるやん。現実逃避。はい、この中身は？お、小さなメダルやったね、こんなところに。何やってんだって感じやけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。